こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。ですね、今回ですね、すごいことになってしまったんですけれども、これはね、何かっていうとですね、これはVTVM っていうのかな、これはね、なんていうか、ゲインを測るやつなんですよ。アナログの入力、まあ直流じゃなくてね、交流ね、要するに信号とかねだから、オーディオでね、ピーとかそういう音のこう強さを測るための機械なんですよね、測定器なんですけど、これはなんかジャンクでね、安く買ったんですけど、でね、ちょっと魔が差してですね、ちょっと分解したくなりまして、ちょっと分解しちゃったんですよね、こうやってね。そうしたらですね、まあすごいごっつい、こんな箱、まあ本当にレトロの箱ですよね、こんなね箱に入ってまして、でこれね、後ろね、ちょっと見せましたけどね、こんな真空管2つ、これね NEC の真空管がね2つ入ってるんですよ。でトランスなんですけど、このトランスがですね、これね大丈夫かなってトランスって思って錆びついちゃって、ちょっと動かせないな。ほら、わかります、これ錆びてるでしょ、すっげえ、ほらこれ錆びですよ、これ錆び。そしてね、このまあ錆びっていうかね、この配線ね、このトランスの配線がよくわかんないんですよね。これがね、ちょっと引いて、これが AC の入力ですね。それがこれ1次側のコイルだと思うんですが、入ってるんですよ。でこの2次側のコイルがあるんですけどね、これの巻き水とかわからないんで、どういう仕様なのかね、ちょっとわからないですよね。でちょっと抵抗を測ったんですけどね、1次側はちゃんと抵抗あるんですけど、2次側のね抵抗がね、ちょっとね測れないんで、もしかするとどっか断線してるかもしれないですね。そうすると、どうやってこういうのを調べるのかなっていうのがちょっとね、ちょっと検討しなくちゃいけない、どっかからいろいろと探してね、検討しなくちゃいけないんですけれども、でここね、もう外した時にはね、すでにこれね、この2つの線、この2つの線がこれ宙ぶらりになってたんですよ、取った時にね。すでにこれがね、どこに行ってたのか、もしくはもともと宙ぶらりなのかってちょっとわからないですよね。なんかね、これは線ね、中に入ってる線の、線がブチって切れたような形跡がこうルーペで見るとねあるんですけど、こっちがね、こうハンダ付けが先端にされてるような感じがするんですよね。ただね、ブチって切ってるような気もするんで、ニッパーで切ったようなこう鋭い切り口があるんでね、これは何なんでしょう、この、ただね、こっちに関して言えばね、これシャーシーグランドだと思うんですよ、これアースだと思うんですね。なぜかというと、このこいつに、このフレームにね、ハンダ付けされてるんで、片側はね、だからこれはねシャーシーだと思うんですけど、こいつがねちょっとね厄介なんですね、わかんないんで、どこについてたんだろう。こう見てもこんなところについてたのかなとかね、こういうような気がしますよね、こういうふうにね。だけど、よく見るとですね、わかんないな、どっか切れたっていうことは、切れ端があるはずなんで、そいつをですねちょっと探してですね、どっかこうなってたんで、なんか見るとこういうふうに感じますよね、こういうふうにね、多分こうなのかもしれないですね、こうついてたのかもしれない、このようにね。だから2次側について片側がアースされて、片
片側がアースにつながって、うん、こっち側がね、うん、ちょっとわかんない。もう真空管ね、ほとんどわかんないんでね。親父はね、もう真空管ばっかりだったんですけどね、もうずっと前に亡くなっちゃってるんですけど、親父はこういう真空管のですね、ラジオをですね、電気屋さんから預かってきて、アルバイトっていうかですね、内職で直してたりとかですね、まあテレビとかね、真空管関係は、ね、みんな直したんですよ。だから本当今僕がやってるのとね、同じことをですね、親父もやってたんですよね。親父は今僕がこんなことやってることは全然知らずに、死んじゃったんですけれどもね。はい。で、この辺ちょっと多分この辺じゃないかという気がするんですけど、ちょっとねこの切り口のところをね、断片を見てですね、判断したいと思います。多分こことここだと思いますね、この、流れからするとね。はい。そしてですね、この後ろ、こう基板じゃないんですよねこれね。今回ねこれはね、自分の記録用としてね、主にっていうか、そういう意味もあって撮ってますんでね。こんな具合ですね。で、あ、こっち真空管はこの2つですね。この2つ、この真空管もちょっといろいろ調べて、多分生きてると思うんですよね。うん、この辺のトランスが一番厄介ですね。もう根元のところまで錆びってますんでね、ちょっとこの辺はね、調べていきたいと思います。で、コンデンサー関係ね、やっぱ真空管なんでね、この耐圧がめちゃくちゃ高いんですよ。これ耐、これはこれいくつなんだろう。耐圧がね1500V ですよ。 1500V の耐圧の、コンデンサーですよ。で、容量は何だか分かんないですよね。この辺はどっちにしても外してですね、容量計で確認したいと思いますけど、こっちはね、これはね、400W、WV って書いてあるの。 WV って何だろう、耐圧のことかな。あとはですね、こっちが何ボルトだ、この辺のやつってあるのかな、コンデンサー。でも高耐圧のコンデンサーは多分あると思うんですけどね。これもね、何ファラとかがよくわかんない。このこういう表示の仕方ってちょっと見たことないので、なりぶんそんなに耐圧の高いやつとか扱ったことないんで、真空管とかね、ほとんど扱ったことないんで、真空管割れちゃうといけないんでね、気をつけなきゃいけないですよね。はい。で、この辺がスイッチですね。スイッチもですね、これ錆びてるんで、これ外してですね、接点をちょっと磨かないとダメですね。あとボリュームがね、これボリュームは20kΩ、 B 型の 20kΩ の抵抗がついてますね。この辺はね、まだまだたくさんいろんなのがあると思うんですけどね。これ 10kg ですね。これもまあちょっと見た感じですね、多分治るとは思うんですけれども、うん、じゃトランスね、トランス壊れたのをこう探すっていうかですね、トランスの片面とかね、せめて書いてあるといいんですけどね、書いてるようには見えないんでね。ちょっとため息が出てしまいますけど、これね使おうと思ったんですよね。先日、レポートしましたけど、ワンフラッターメーター買ったんで、それね、昨日ちょこっとね、カセットテープでちょっとやってみたんですけどね、なんかちゃんと動いてそうなんですよね。ただし規格がちょっとよくわかんないんで、まだ実践には投入できないんですけれども、ちょっと探りながらね、その中でやっぱレベルメーターもね、この辺もね必要なんでね、できたら直して使いたいんですよね。これね 1.5V からですね、
1500V 1500V の交流の電力を測って電圧を測れるんですよね。すごいですよね。レンジ、これ抵抗値も測れるのかな。これ何の抵抗ですかね。ただ単に普通に抵抗値なのかちょっとわからないですけど、抵抗が測れてですね、抵抗が10メガオームのレンジで、電圧が1500ボルトのレンジっていうのはね、すごいですね。さすがにあのなんか真空管使ってるだけあって、まあこれねちょっと直したいと思いますね。どうしてもね、ここまでいったら直したいですね。まあちょっとね今片手間っていうかちょっと思いつきで分解しちゃったんでね、これはとりあえずそのまま分解したまま置いとくとしてですね、やらなくちゃいけない仕事をねやらないとダメですね。はい、遊んでばっかりいられませんね。まあこれ自体遊びと思ってないんですけどね。はい、で今ね、脱線ですけれども、またいつも例によって脱線ですけどね、ちょっと簡易的なちょっとねバキュームでね真空引きはしてないですけどね、ちょっと実験的にねこれギアを作る実験をしてます。少し固まってきたかな。さっき1時間前ぐらいにやったんで、これ1日ぐらい置いとかないとダメなんですけど、これプリンじゃないですよ、プリンじゃないですよ。これシリコンのモールドっていうのかな、シリコンです。はい、これで今ですねギアを作ってます。一つはですねこの前、頼まれてまだ、修理終わってないですね、ラジカセの、ギアの部分。あとですね、あともう一つはこれボリュームのつまみね、ちょっとね一個足りない部分をちょっと試しにやってみてます。でもう一つはねウォークマンの、ウォークマン2っていうね DD とか DD2 なんかに使われてるギアの複製をちょっと作ろうと思ってですね、実験的にやってます。まだまだこの辺はねちょっといろいろ手続きっていうかこうやってるところをお見せできるほどのねレベルではないんで、今ちょっとやってますというだけなんですけどね。はい、ということでまあこんなようなものをこう分解してね、直らなくてもちょっとね分解して中身だけでねレポートしてもいいかなと思ってます。分解すると僕自身もね分解するとそれ自体はですねそれ自体は治ったりとかしなくてもですね、他のところにね他のことでちょっと参考になることがたくさんあるんで分解の方もね、やっていきたいと思いますんで、もちろんねウォークマンもそうですしパソコンの方もね今やってますんでね、なり分一人でやってるんで、すぐにねちょこちょこっとできるわけじゃないんですけどね、よくねなんで一人でやるんだって言われるんですけどね、別に僕一人でやりたくてやってるわけじゃないです。例えばこういうねもう肩整形とか、実際にはね僕はあんまりやりたくないんですよねこれ。でもやらないとね手伝ってもらえないんでね、結局ねしょうがなくていろんなことやっちゃうわけですよ。一人で全部やりたいわけじゃないんですけど、まあ僕の場合はね、まあ欠点というかですね、利点、まあ人それぞれね、いいところと悪いところあるんですけど、僕は自分で割るのは得意なんですけど、人に手伝ってもらうのが苦手。ね、要するに手伝ってもらうっていうかですね、手伝ってもらい方が苦手じゃなくてね。もともと手伝ってもらえないんですよね なぜかねこう、手伝ってもらえない立ちでもってですねだから、前にねもう何年も前なんですけど、まあお互いに手伝いっこしようと思ってやってたことあるんですけど、だいたいですね僕が手伝うだけですね、いざ手伝ってもらう時には
まあだいたい手伝ってもらえなかったんでね、そこに、まあ、時間かけるよりはもう何でもかんでも自分でやっちまえと、うん、そういうことに、ね、切り替えました。それでねだいぶねいろんなことが進んできました。人を当てにするとね何も動かないですね。もう人によりますからね、当てにしてできる人もいます。僕のね友人の星野哲郎はみんなが応援してくれるんですよ。羨ましくてしょうがないんですけどね、僕はみんなに応援されないで、ほっとかれるタイプなんですよね。だからもう自分でやるしかない。だからもうどんどん何でもかんでも年度で自分でやります。それはさっき言ったように、手伝ってもらえばいいじゃんって言ってくれる人がで、ね、手伝ってくれないんですよね。わかります。アドバイスってなんで一人でやるんですかって、みんなと一緒に やった方がいいですよって、じゃああなたは手伝ってくれますかって、いや私はってなっちゃうんですよ大体ね。それはもう何度もあったんで、もうそんな人を頼ってね、やってもしょうがないということで、Do it yourself ですね。DIY ですね。そうですね。DIY ですね。もうそれに徹しています。Do it yourself。そうですね。まあ要するに、まあ自分で、全部やると、もう決めましたんでね。まあ手伝ってくれる人がいれば手伝ってもらいたいですけど、基本的に手伝ってくださいっていうことは言わないようにしてます。何でも自分で調べることもですね、実際に作ることも、全部ね自分でやることを基本にしてます。何でもそうですよ。人を当てにしてるとね結局ね甘えも出るし、頼っちゃうとね、人のせいにしたりしますんで、もう自分で全部やるんで人のせいにはできないです。逆にあんまり人からですね文句言われたくないという文句言うぐらいだったら手伝ってくれよって言いたくなんですけどね、よくネットでもねああしろこうしろってまあアドバイスと称してですねいろいろと言ってくる人もいるんですけれども、言う前にやってくれるっていうことなんですよね。だいたいやってくれない人が今までのね今までの、まあ、経験上ねやらない人ほど文句言うんですよね。やる人はね自分でやる人はね文句言わないんですよ。文句言う前に自分でやってますからね。だから文句 言ってる人は多分自分ではやらない人だろうと勝手に思ってます。だから違うかもしれないですけど僕が思ってるだけなんでね、はい、そういうスタンスでやってますんで、何でもって言うんじゃないですけど自分自身でね解決しよう、 Do it yourself の DIY の精神を持ってる人を対象にしてね主にやってますんでね、そういう人はぜひ見てもらいたいと思います。あまりね人頼みにする人はちょっと僕としては、避ける系ところがありますね。ということでね、ただね協力とかね手伝うっていうのは人それぞれの違いがあるんでね、もう依頼して修理の依頼してくれる人も僕を手伝ってくれる人だと思ってます。これ直してもらえますか、 それはですね無料で直せって言われるとですね嫌だって言うんですけれども、そうじゃなくてちゃんとね僕を認めて依頼してくれる人っていうのは僕の協力者ですね。すごい重要な協力者です。僕から直したウォークマンを買ってくれる人も僕にとっては協力者ですね。そういう意味でね協力の仕方っていうのはいろんな人それぞれそれ人のできる協力の仕方があるんでね、一概にね言えないんですけど、批判する人っていうのはまた協力とは全く正反対なんでね、はい、アドバイスは、中間ぐらいかな。ということで、僕も、心理学っていうかですね、カウンセラーでもあるんで、その辺はクライアントなんかもね、いろいろと話し合ったりとかしてるんですね。なので、参考になる人は、ぜひね、
登録してもらいたいですけど、木ばっかり言う人はですね、登録しないでほしいという、アドバイスと称してですね、批判とかですね、誹謗中傷はしないように、してもですね、僕は無視しますし、もしくはですね、あまりひどいようだったら、いろいろなね、処置を取ります。僕もネットワークなんかは以前プロだったんで、いろんな解決方法を知ってますんでね、ある意味ね、犯罪に関わってると思われると、すぐに身元分かっちゃいますんでね、匿名でもすぐ分かりますんでね、そういった誹謗中傷はやめてください。僕もね、あんまり人にアドバイスしてないんですよ。この場はね、アドバイスだと思ってるんですよ。僕が思ってること勝手に言ってるだけですけどね。ある特定の人に対してですね、アドバイスはしないです。頼まれればね、意見を聞かれれば言いますけど、そうでもない、意見も聞かれないのにね、アドバイスはしてもね、しょうがないし、無駄だしね。アドバイスっていうのはね、ちょっとね、中毒の、関係もあるんでね、アドバイスするとね、アドバイスしてると自分が偉くなったような気がするんですよ。だから誰に対してもアドバイスしたくなってね、それはね、大きなお世話っていうところもあるんでね、頼まれないアドバイスは僕もしないんで、この場合は、自分の、勝手なこうコメントなんでいいんですけどね。だから、人の動画でもブログでもね、あまりアドバイスはしないですね。いいねはしますけど、悪いねはしないですね。悪いっていうのはね、よくわからないですよね。いいっていうのは僕の感覚でいいんですけど、悪いかもしれないですけど、意見が違うだけの話でね、そこを悪いって言ってもしょうがないんでね、あんまりそういう悪いねを押したことは多分ないですね、Facebook でもなくね。いいねはしょっちゅう押しますけどね、いいねっていうのはその人に元気を与えるんでね、いいんですけど、悪いねはその人から元気を奪う行為なんでね、あんまりね、なんで悪いねがついたのみたいなね、そういうのがあるのか僕は理解できないんですけどね。はい、ということで、何でもね、いいところを褒める、ね、それが一番いいと思います。悪いところを指摘してもね、何も変わらないんでね。はい、ということで、チャンネル登録、もしね、そういうのに共感してくれたりとかですね、面白いなと思ってくれると、いろんな意見っていうのは大事だと思うんですよ。だから意見を言うことはいいんですけれども、意見じゃないね、こうなんていうのね、誹謗中傷っていうのは僕大嫌いなんでね、自分でもしたくないし、人からもされたくないということでね、もうこんなボロボロで、多分ね、こんなものやってどうすんのみたいなね、思う人がいるかもしれないですけど、その人はその人の意見なんでね、押し付けるものではないと思いますんでね、僕は僕でこれ価値を見出す、価値を見出さない人よりも僕は価値を見出せる人の方がよっぽどいいっていうか、人生も楽しくなると思うんでね、悪いところだけ見れてる人はですね、どこ見ても悪いってね、人生つまらないと思うんですよ。いいところが見える人っていうのは人生明るいと思うんですよね。それだけでもね、全然その人のね、人生は変わっていくと思いますんでね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ナオリンでした。どうもありがとうございました。失礼します。なかなかね、なんか脳かなんかね、脳みそみたいな感じですよね、こういうね、立体構造になってね、ちょっと面白いですね。はい、まだ直したらまたレポートしますけれども、はい、失礼します。どうもありがとうございました。はい、ちょっとね、追加なんですけど、今ね、動画編集っていうかですね、アップしようと思って、ね、ちょっとだけ調べたらですね、わかりました。この外れたこう線の理由、こうネット上でいろいろとちょっとだけ調べたんですけど、わかりました。これはですね、ここにね、どうも電池が入るらしいんです。こうやって炭酸なのかな、これは単にですけど、電池がこう入りまして、こっちとこっちにこういう風につながるらしいですね。ここを安定化電源に変える
改造とかも載ってましたけど、基本的にここの上にですね電池がこう乗っかってですね、でここにこうついていたらしいということが分かりました。なのでまあちょっとね、これは どこについてここかななんて言ってたんですけど、そうではなくてですね、でもなんかここのようなこんなような気がするんですけど、どうもですねこうですね、ここにこういうふうに電池が入ってこのようになるということが分かりましたので、ちょっと追加させてください。あとはね、まあちょっと回路図とかいろんなもの出てきましたんでね、ちょっとね多分ね使えるようにできると思います。はい、ということで、失礼しました。どうもありがとうございました。